打率3割6厘、22本、OPS8 割5分2厘というすごい成績なのに侍ジャパンの候補に上がらなかった選手は誰だ。答えは佐野啓太選手です。今回はこの選手に対するスレと侍ジャパンの候補に上がらなかったスレをご紹介します。何？栗山のタイプじゃないから吉田並みに良い選手やと思うわ。22本も打って単価なんか13本くらいのイメージあるわ。いい選手だけどファーストとレフトなら9大点レベル。佐野の守備は現球界でウォーカーより下かやから本当にあかんぞ。3年連続3割やし本物やな。 OPS4 位なのにアヘタン扱いされてるよな。普通にかっこいいと思うんやがなぜか人気ない。リーイのスカウトってもっと評価されていいよな。ドラ級史上最高の出来やろ。今年の佐野ってもっと評価されるべきやと思うんやが、牧と違って佐野のホームラン1本のおかげで勝てた試合めちゃくちゃ多いやん。牧のホームランはなぜか勝てないねん。投手のせいで鈍足、守備クソ、320本、これが量産型ベイスターズやしのイメージやわ。牧佐野宮崎オースティンとかこれやろ。右の宮崎。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。